ここの世界任務やってみようかなと思いますが、エディナスっていうところの近く。こういう位置関係ね。なんか囲まれてますね。戦うようになるかな。戦うか。ガンザン八九。逃げ道はあります。これこそが知恵の伝道。無我の境地。弱っ。マメール。
村があるんだ。お、これまた長そうなやつ。大丈夫かな？あの表示が出ると大体もう長いからな。いけるかな？シーフォームとクリムゾンの書き初め。幻の景色を染めて、メリューシー村に行く。感謝の意を表すために、マメールは絵をプレゼントしたいそうだ。パイモンと共にメリューシー村に行って、マメールの絵が完成するのを待とう。近いのか？近そう。おお、こんなところに。あれ、洗礼さん。あれ、洗礼置いてきた。ああ、これは。あ、ワープポイント。これ、あ、ここね。あの、俺。あ、そう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 。ここだ。どうやって行くんだろうと思ってたとこだ。そこのワープポイント。あれ？これまだこっち側。どうやって行くんだろうと思ってる人結構いると思うよ。なんか手塚治虫さんのキャラクターみたいだな。なんか足の感じとか。ああいうなんか、昔の手塚治虫さんのやつ、こんなキャラクターの足だったよな。こっちか。おお、こんな空間が。
トムの足です。なんかああいうストンとなっとるよな。ひとまず不思議な場所だな。これか。周辺を見ろと。
絵の具を集める場所は、ちょっと距離あるね。これでちょうどいいとこに行けるんじゃろ。あれ？あ、これか。間違えた。これ、弓じゃないと無理だな。あれ敵ですね。岩山八九。プリズム、ここちょっと分けようか。